ャンネルをご覧の皆さん、ちーです。イエイイエイ。今回も豊の秋が完成するまでの工程をリポートしていきたいと思います。パチパチパチ。前回は仕込み作業についてのリポートでしたが、今回は絞り作業について紹介したいと思います。絞りとは、熟成したもろみを清酒と酒粕に分離する工程です。絞り方は、袋釣り、酒舟、自動絞り機と3種類あります。今回ご紹介するのは、自動絞り機を使った絞り作業です。では早速中へ入ってみたいと思います。わー、タンクがいっぱい。こちらは熟成したもろみです。しっかりかき混ぜます。先ほどのもろみが入ったタンクからポンプを使ってもろみを絞り作業場にある自動絞り機へ送ります。ここで絞り作業が行われます。こちらが自動絞り機です。わかりにくいかもしれませんが、今稼働中です。この布がたくさん連なっています。布を通して澄んだお酒と酒粕に分かれます。大吟醸や純米吟醸を作るときは、こちらの酒舟を使用して絞り作業が行われます。もろみを入れた酒袋を並べて積み重ね、上から圧をかけて絞ります。自動絞り機は両側から圧力をかけてしっかりと絞ります。自動絞り機で絞られた清酒はこちらのタンクに入ります。絞りたてのお酒の色はなんと白ではなく山吹色をしています。シュワシュワーとしているのは、もろみの炭酸が溶け込んでいるからなんです。なので口に含むとシュワシュワーっとするそうです。以上が絞り作業でした。酒粕ってこんな風にしてできるんだね。完成が近づくにつれどんどん面白くなってくる。次回は特別編をお送りします。また見てごしないねー。